長島一羽は日本の元政治家、衆議院議員、神奈川県図市長、鎌倉市議会議員を歴任した、神奈川県生まれ。一羽の名前の由来は、将来国会に出る時に備えて選挙で名前が書きやすいようにとのことで祖母が名付けたという。1990年早稲田大学教育学部卒業後、富士テレビジョンに入社し、 報道局整形部記者やニュースジャパンのディレクターを務めた。1993年には富士テレビに勤務しながら青山学院大学大学院国際政治研究科修士課程において国際政治学を取得。ニュースジャパンのディレクター時代は数多くの FNN 報道特集制作に携わった。この時、後に初監督作品となったドキュメンタリー映画、 ザ・コーリング神様から与えられたお仕事の主人公であるアサイリキアの幼少期を密着取材した小さな天才画家へに託された思いを制作した。1996年には富士テレビ在職中に東京大学大学院法学政治学研究科に合格。1996年第41回衆議院議員総選挙に神奈川四区から無所属で出馬したが落選。 1997年、鎌倉市議会議員選挙に立候補、史上最高得票で当選。鎌倉市議会議員を務めたのは、約1年7ヶ月と短い期間であったが、鎌倉市の談合疑惑事件を追及し、厚生取引委員会に告発した。この鎌倉市の談合問題では、長島の市議会一般質問での、鎌倉市の公共事業のほとんどが談合などとする。 発言をめぐり、発言を取り消せ、取り消さないのやり取りで、市議会が2週間も空転した。議会の空転を収めるため、発言の取り消しを容認しようとした、同じ会派のメンバーの動きに、それを知らなかった長島は激怒して会議室の扉を、ぶち破って入った。その際に壊した扉の修理代、約3万円を議会事務局に自腹で支払う羽目となった。しかし、 最終的に長島の発言は取り消されることはなかった。この事件をきっかけに鎌倉市が全国に先駆けて入札の予定価格を公表するようになった。鎌倉市に他の自治体から問い合わせや視察があり、鎌倉発の入札改革が広がりを見せた。長島はこの件を通じて地方からでも世の中を変えられると実感したという。 1998年、鎌倉市議会議員を任期途中で辞職し、図紙市長選挙に無所属で出馬。現職市長ら3人を破り、全国最年少市長として初当選した。就任時は31歳。就任した翌月に市内で実施された成人式には、当時20歳の妻が参加し、夫が市長、妻が新成人とのニュースが全国報道された。 就任直後に全国で初めて市長交際費を廃止。また、全国の市としては初めて教育長を全国公募で誕生させた。全国に先駆けて、公立学校全校で少人数授業を採用した。さらに、文化教育増音整備事業に市民選択方式を導入し、新図書館、文化ホール、温水プール、図士小学校の建て替えに順次取り組んだ。 なお、図子市の図書館は、スウェーデンのハニンゲ市の図書館を参考にデザインされている。このほか指導のバリアフリー化を進めた。2002年、市長就任4年目で、図子市を情報公開など全国自治体透明度ランキング1位にする。同年、全国の中でも開発規制の大変厳しい、図子市町づくり条例を制定。また、逗子海岸の花火大会が、 市長によるカウントダウンでスタートし、花火を音楽と一体化させたり、グランドフィナーレに集中投資するようになったのは2002年からで、ある。同年、逗子市長に再選。2003年8月、逗子市の在日米軍池子住宅地区への横浜市域側への住宅追加建設案が打ち出される。日本政府、神奈川県、逗子市による過去の三者合意に反し、市民に、 その是非を問うために市長を辞職し、出直し市長選への出馬。9月14日の市長選で3回目の当選を果たした。この池ゴ米軍家族住宅の追加建設の問題では防衛施設長を相手に裁判で争ったが、図紙氏は敗訴した。しかし、2018年になって国は、 計画を断念することとなった2004年、市長就任6年目で、図市を行政評価など全国自治体効率化、活性化度ランキング1位にする。合わせて、全国透明度ランキングでも退任するまで3回連続で、全国1位を達成した。なお、2004年には市民らからの開示請求に、公文書は存在しないと、市が回答した場合、 情報公開審査委員が必要があると判断すれば、市に新たに文書を作るよう求められる情報公開条例の改正を行った。また、同年、ポルトガルのナザレ市と国際友好都市定携を結んだ。2005年、図志海岸にランドマークとなる太陽の季節記念碑の混流を発案、尽力し、11月に除幕式が行われた。2006年4月から、 映画専門大学院大学で客員教授を務め、国政への転身のため、2006年12月の市長選挙には出馬せず人気満了のため退任。2007年1月から3月までアメリカアシントンブルッキングス研究所客員、研究員を兼任。民主党公認で2009年の第45回衆議院議員総選挙では神奈川4区で初当選。日本の政治家の中では、 歴代の全国最年少市長の中で、史上最速で国会議員に就任している。内閣府行政刷新会議事業仕分け人やテロ、対策特別委員会理事を務める。図志市長時代に構造改革特区提案、第7次、第8次では、全国の自治体の中で一番多い37本も提案したして、不採用となっていた年金事項の延長などを7年越しで実現に、 こぎつけた。2012年11月21日、第46回衆議院議員総選挙には、任期の中で自分の使命を果たしたとして出馬しないことを正式に表明した。なお、図紙市長在任中から衆議院議員を退任するまでの間、一切のしがらみを作らないために、一円たりとも政治献金を受け取らなかった。2013年より、 リクルートホールディングスのシンクタンクであるリクルートワークス研究所の主幹研究員兼編集長に転身。主にスウェーデンやデンマーク、フィンランドなどの働き方改革、教育改革などについて調査、研究し、編集長として執筆に当たった。衆議院議員在職中から横浜国立大学大学院社会科学研究科博士後期課程に在籍して、 三年かけて議会による行政統制というタイトルで博士学位論文を執筆。リクルート在職中の2014年に博士号を取得した。2015年4月、東京芸術大学大学院映像研究科映画専攻に入学。同年6月、リクルートを退職。2016年3月、 映画、ザ・コーリング神様から与えられたお仕事の監督兼プロデューサーを務めた。同映画は2016年第36回ハワイ国際映画祭において入選。ベストドキュメンタリー観客賞にノミネートされた。また、スウェーデン・ストック・ホルム、フィンランド・ヘルシンキ、カンガサラなど海外でも上映された。2017年には東京芸術大学大学院に映像。 研究科修士課程において修士号を取得した。二千十七年七月三十日、家事の断固反対の立場から真っ先に名乗りを上げ、人気満了に伴う横浜市長選挙に出馬二十六万九千八百九十七票を獲得したが時点に終わった。なお、この横浜市長選挙に挑戦した記録映像をまとめ、自らの監督作品の二作目として、 長編ドキュメンタリー映画大選挙を制作。なお、この選挙の際に長島を誹謗中傷するインターネット上の記事を神奈川県警に刑事告訴し犯人が捕まった。損害賠償請求をして選挙にかかった費用に近い賠償金を支払わせた。現在は渚映像代表を務める。今もウィンドサーフィンレースに出場し、2012年には RS-1 クラス世界選手権マスターズクラスで準優勝。2019年にはウィンドサーファークラス世界選手権でフリースタイル部門で決勝進出し世界6位にランクインした。このほかウィンドサーフィンの選手としてだけでなく2014年よりウィンドサーフィン世界選手権出場支援選抜実行委員長を務める。さらに つしし、フィルムコミッションを立ち上げ、映画やドラマの誘致にも取り組んだ。映画、映像による街づくりの取り組みを、著書、フィルムコミッションガイドに取りまとめ、大学でも客員教授を務めることとなった。長島がリクルートの雑誌の編集長をしているときに、映画、テルマエローマイをヒットさせた、フジテレビの同期59人の一人であった、竹内秀樹監督を取材した。この取材後、 久しぶりの演席で、長島、やっぱりテレビよりも映画の方が面白いよ。観客の反応がダイレクトだからという竹内の話を聞き、刺激されて、東京芸大で映画制作を学ぼうと思い、48歳の時に芸大を受験し入学したという。なお、長島は好きな映画として3つを挙げている。ありきたりですけど、 ローマの休日とか100回くらい見てますからね。それと昼下がりのジョージとスミストへ行くですね。ローマの休日は記者になりたいと思ったきっかけの映画。スミストへ行くは政治家になってから見た映画。政治の良心みたいなものを感じさせてくれる作品です。フランク・キャプラが監督でその後別のキャプラ作品を見たりしました。昼下がりのジョージは 全体の構成と、何と言ってもラストシーンが卓越していて、何度見ても涙するし、感動しますね。2019年より石垣島、湘南国際ドキュメンタリー映画祭の実行委員長、および最終審査委員を務めている。ありがとうございます。